楽酸、IUPAC 名部炭酸もしくは N 部炭酸は、分子式 C4H8O2、姿勢式 CH32 区の直鎖カルボン酸である。構造異性体にイソ楽酸に着がある。哺乳類は、極微量でも楽酸の匂いを探知することができ、犬では 10ppb、人でも 10ppm まで感知することができる。は、常温において、 プコ4.82の弱酸で、類似化合物の作酸は、プコ4.76である。落酸の密度は 0.96g マイリポウセンチメートルで、分子量は88.11である。したがって、純粋な落酸は1 0 9モル、l である。上圧において、有点摂取7.9度、沸点摂取164度であり、常温上圧では、無色の油状の液体として存在する。 カルボキシ元を持つため、水とはよく混和するのに対して、食塩水には溶けにくいことから、落酸水溶液に多量の食塩を加えると分離することができる。落酸は特有の深い臭を有し、また揮発性がそれほど高くないため、一旦建物の壁や柱に落酸が染み付くと、リフォームを施してもなかなか匂いが取れない。バターから得られたので、ラテン語でバターを意味する。 ブティレムから、落酸、ブティリックアシットの名で呼ばれるようになった。天然に広く分布しており、脂肪酸の分解過程で生合成される。また、体外へと分泌される皮脂にも含まれており、濡れた足などから発せられる悪臭の原因物質の一つでもある。他に、同じく体外へと分泌される乳汁を原料とした、バターやチーズなどにも含まれている。植物にも含まれ、 例えば、銀杏の異臭の原因でもある。さらに、微生物によって落酸が作られる場合もある。例えば、哺乳類の大腸や、半数胃では、細菌が、食物の中のセルロースやヘミセルロースを嫌気発酵し、落酸などのタンクサリ脂肪酸を生成しており、これが、草食性動物の体内では重要なエネルギー源となっている。 消化管から吸収された落酸は、β 酸化により、アセチル COA に分解され、クエン酸回路によりエネルギー源として利用される。なお、大腸内で酸性された落酸は、血腸の細胞で優先的にエネルギー源として利用される。落酸は、腸管増殖因子として採用し、抗炎症作用を有し、障害腸管の修復にも関与している。工業的には、 ブタノールやブチルアルデヒドの酸化によって作られている。また、ラク酸ンエチル、ラクサ酸イソアミルなどのエステルは、パイナップルの後期成分として知られる。皮膚や粘膜に対する腐食性があり、水生生物に有害である。アイクスクでは、漏洩物処理項目で、環境中へ無処理での放出を禁じている。消防法に定める、第4類危険物、第3石油類に該当する。 ありがとうございます。